今日は何をやるかと言いますと、でこの毛先を沈んだのを、毛先沈んじゃったやつを直す方法。はい、はい、こんにちは、札幌占い美容室早山勝のことです。今日も、ちょっとモデルさんの方を担当させていただこうかなと思うんですが、今日はどうしますでしょうか。なんかやりたい髪型ありますか。はい、アッシュグレーな感じにするので、はいはい、アッシュグレーにしたい。髪の毛はちょっと伸ばしたいんですけど、毛先傷んでるので、はい、傷んでるとこ切って、はい、できるだけなんかザクってザクじゃあなんかまっすぐみたいな感じで切って、ああなんか切りっぱなし、あ切りっぱなし、ああなるほど、そういうことですね。はい、じゃあ揃ってなるとバツって感じに、はい、なればいいという、はい、ですね。はい、えブリッジはしますか。ビーチは今日しない、今日しないで、はい、アッシュブレーで多少暗くなってもいいってことですか。はい、で今ブリーチはしてるんですか。今してないです。今してないんですね。はい、じゃあブリーチをなしで、アッシュブレーにして、はい、でバツッと切る、はい、感じ、はい、前髪取った方がいいですか。前髪はなんかふわってなりたいんですけど。ああなるほど、はい、長くていいんですか。長くて、はい、はい、そんな感じです。でこれヘナジェルとヘナウォーターがここで合わさって、化学反応をきます。でそれで乾かすことによってガラス化って言ってですね、髪に、くっついてくれるんで、乾かすとより効果があります。これで、ブリーチなしの、ワンプロセスのカラーですね。でなるべくブルーアッシュ、あ違うんだっけ、グレーアッシュ、あグレーアッシュ、アッシュグレー、アッシュグレーアッシュグレーだ、アッシュグレーにしたかしたくて、でまあワンプロセスだと難しい感じだったんですけど、まあワンプロセスで結構いったと思うんですね。それなりにはかなりいきましたよね。はい、で、いきました。で使った薬剤は今日何をやるかと言いますと、ここで今乾いて、若干ですね根元の方が、根元黒くてリタッチの方が結構トーンがバーンと上がって、若干毛先沈んでしまったんですね。でこの毛先を沈んだのを先沈んじゃったやつを直す方法、はい、をやります。でまあこう営業だったらもうここで、まあ、沈んだって言っても、まあ若干やっぱり僕が見るとやっぱりここよりもここの方が若干暗く見えるんですよね。なのでその色をちょっと抜く方法ですね、教えます。でこれシャンプー台行ってまたやるわけにもいかないので、次のお客さんがもう待ってるとします。僕はこのそういう時にどうするかっていうと、もう時間がないのでスタイリングしながら抜いちゃいますね。で、どういう風にやるかっていうと、まあスタイリングしながらっていうからもう分かると思うんですけど、アイロンで抜きます。抜けるんですね。とりあえず水抜きをしていくと、次の日もしくはその次の日ぐらいの退職した感じを作ることができます。なので、今この状態で、あちょっとちょっと暗いなと思うと、まあ、仕上がりの、ね、スタイルは絶対硬くなっちゃうんで、あれなんですけど熱入れちゃうんで、少し熱を入れて、ストレートアイロンでスタイリングをしていくことによって、この水抜きですね、この水抜きすることによって、退色します、色が。そうすると根元と毛先が、まあ均一になるんですね。なんで本当に困ったときはこれを使いますっていうような感じの裏技という、裏技っていうわけじゃないですけど、そういう感じで、色を
やると、今もちょっとねここで今水抜きしてるんですけど、これだけで色が上がってきてるんですね。でしっかり入れないと抜けないんですけど、これで、ちょっと調節します。で色が均一になってるかっていうのをこれで、だからあんまり根元の方やっちゃうと根元の方が退色しちゃうんで、根元の方はあんまりやらないようにして、そうですね、やっぱり営業忙しいとそんなもう一回濡らして毛先とかってやってる場合じゃないので、ほとんど気にならないですよ。全然僕が見ると気になるんですよ。あ、そうちょっと若干の差なんですけど、これでも明るくしてるんですよ今ね。これで色が明るくなってるんですよ実は。知らないですよね。明るくなるんです。よくアイロンコテとかやってる人、色どんどん退色しちゃうのは頭洗わなくても結構抜けてっちゃうんですよ。これで今色をどん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 抜いていって3日目ぐらいの感じにしてます。とりあえず、はい、色が抜けてきてます。そうすると毛先がより、アッシュグレーの明るい感じになってくるんですね、はい、こっちはまだ抜いてないのでちょっと暗いんですけど、ちょっと動画だと分かりづらいかもしれない。やってる方は結構わかるんですけどね、抜けていくのが近くで見てると毛先の方とか全然違うんですよ。だよくアッシュとかが少しくすんでしまった時とか、いいですね、やってあげると、そういう時は中間から毛先にアイロンを入れて、ただストレートアイロンじゃないと無理です。両側から押さえないと水抜けないので、そうしないとちょっとできないですね。だからまあこれをやるんだったらしっかりシャンプーの時はしっかりアルカリ剤抜いて、カラー剤とかしっかり抜いてあげないとダメージにつながりやすいので、しっかりシャンプーボールにお湯をためながら、シャンプーとかしていった方がいいと思います。結構変わりましたね。これすごいですね結構違いますよね、来た時と全然違いますね。ショーアフター多分かなり違うと思う、うん、結構広がってオレンジっぽかったですもんね、うん、これで色がどん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 明るくなって、根元の明るさと均一になっていきます。いってますね、はい。こっちはもう近くで見ると本当抜けていくのがどんどん分かります。そうすると毛先が 0.、まあ、今ちょっと根元結構ね今回明るくなったんであれなんですけど、毛先だけ 0.5 トンアップとかができるんですね。仕上がりとして綺麗なグラデーションができます。なかなかやっぱり毛先って染料が溜まってたりとかするので、ベースのアンダーはすごい明るくなってるんですけど、アンダー明るくても結構染料が残って暗く見えちゃう方も結構いらっしゃるので、そういう時はやっぱり特に色入ったら真っ黒く暗めになっちゃってね、根元の方が強調されちゃったりするんで、そういう時は色をちょっとこういう風に抜いていきます。あくまでもこれは応急処置なんで、普段別に本来はやらない方がいいというか、やんなくてもいいことなんで、必要な人はっていう感じですね。
なんかいますよね。なんだ。大丈夫、携帯鳴ってない？どうする？あったな。そう大丈夫。これめっちゃ美味しかったです。あ、ありがとうございます。マンゴーカルピス、大人のカルピス、うまいですよね。美味しかったです。それいいですよ。いろんなやつが種類が集まって、うちはあの夏っていうか高い時はマンゴーカルピスの今のリンゴとプレーンとブドウとマンゴーとオレンジがあるんですよね。めっちゃある。結構あるんですよ。あとライチの、これカルピスじゃないですけどライチのお茶と、あと生エナジードリンクっていうのがあって、喉カーってくるやつあります。生エナジードリンク。なんか歌やとかに置いてるやつですか？いや、声が出るようにみたいな。違う。あ、声出るようになるかもしれない。そうなんですか？なんか言ってます。自分で作ってますよ。あ、そうなんですか？そう、作ってます。生エナジーだから作ってます。まあちょっとね、スタイル硬いんですけど、ちょっとどうしても、これで、あ、熱結構入れちゃってます。今日はオカピアでセットします。これうちの、会社のメンバーの春の渡辺くんが作ったオカピアです。いい匂いですね。ね、いいよね。なんかソフトな。え、いいよね、匂いが。めっちゃいい匂いします。ちょっとカールが出すぎてるから、ちょっとエナジェルを混ぜます。ゲスト参加できました。なんかすごい色々できる。一緒にライブできるってことですか？ツイキャスってことですか？あ、ツイキャスっぽい。すごいね。 Facebook も色々、すごい色々できるんです。そうですね。ちょっとかっこいいの似合いそうだから。終わり。終了。はい、今日も終わりました。前下がりのボブから、ずっと伸ばしてきてたので、ボブの時中をちょっと短く軽くしてたので、ベースがちょっとない状態だったんで、表面の方ちょっとだけ一旦入れてローレイヤーにしました。で、前髪がちょっと、サイドと若干つながるように、でもサイドが取っちゃうと結構軽くいいんで、サイドの角は残している状態です。なんで伸びたら顔前のところを再度前髪をもうちょっとつなげて、こっちをきれいにミストしていきたいなと思います。で、カラーはワンプロセスでブリーチなしっていうところで、グレー、あ、アッシュグレー、はい、アッシュグレーにしたいっていうことだったんですけど、やっぱワンプロセスじゃ無理ということで、ブリーチも使ってない状態だったんで、まあ、ワンプロセスでですね、今回やってみました。はい、で、結構明るくなったんではないかなと思います。はい、ということで、また動画を見てください。いいねとかシェアしていただけるとありがたいです。で、過去の動画も、1000本近く入ってるんで、皆さん見てください。では、今日もありがとうございました。では、皆さん、バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。